こんにちは、サラです。各 SNS とオリジナルコスメブランドミラジェムもぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで今回はですね、みんなの憧れディオールに行ってきまして、ディオールの美容部員さんにちょっと迷惑にならない時間帯に、他のお客さんがいない時間帯にお邪魔して、ちょっと私似合いそうなものをフルメイク分いただけないでしょうかって言ってきて買ってきましたなので今回はちょっとディオールの女になりたかったので、おしゃれなちょっと秋っぽいワンピなんかも着ちゃったりしております。それでは早速やっていきたいと思います。まず最初にベースでおすすめされたのがこちら、ディオールスキンフォーエバースキンベール001。これね、初めて使います。ファンデーションは持ってるんですけど、このファンデーションとの合わせ使いがとてもおすすめとのことでした。美容成分がたっぷり入ってて、ディオールのファンデーションと合わせて使うとより崩れにくいというとのことでした。香りはディオールのファンデーションと同じ香り、何なんだろうねこの香り、花々のエキスみたいな高級花々のエキスみたいな、もうとにかくいい匂いがします。でテクスチャーは結構もったりしてる感じでお肌に密着します。こちらは SPF20PA2+で、これだけでも結構お肌を綺麗に見せてくれる感じ。はい、そして次こちらディオールスキンフォーエバーフルイドグローの 1N です。これリニューアルしたんですよね、結構最近。こちらはおすすめしていただいたんですけど、自分でも持っていたので持っているものを使っていきます。こちらも美容成分が高配合でウォータープルーフで崩れにくい。リニューアルしてからね、さらにみずみずしい使い心地になった気がする。このファンデはやっぱりすごい定番なので持ってる方も多いんじゃないかなと思います。はい、やっぱりめっちゃ綺麗だわ。ベースとね合わせ使いしたからかより綺麗な気がする。はい、そして次こちら、これめっちゃ可愛くない？最近出た限定パッケージですね。ディオールスキンフォーエバークッションパウダー。色、ミレフィオリ。おしゃれすぎて読めない。お花の生地のクッション。クッションじゃないよ。パウダーケースです。クッションファンデと思いきや、中にね、パウダーが入ってて、で、ラメが入ってるんですよ。めっちゃ綺麗。で、付属のこのパフでつけるとキラキラ感が強めに出て、ナチュラルに仕上げたいときは別のブラシで仕上げるのがおすすめとおっしゃってました。全体に一回ブラシでつけます。コンシーラー忘れてたちょっと可愛いパッケージに吸い込まれちゃったよね。はい、こちらコンシーラー、ディオールスキンフォーエバースキンコレクトコンシーラー 1.5N。もうこれは何回も私の動画で出てるし、これも持ってる方多いと思います。めちゃくちゃカバー力があって、なのになんか厚塗り感がなくピタッと密着してくれる。じゃあ引き続きちょっとパウダー塗っていきます。で、結構少量なんですけど、なんかやっぱ全体にのせるとラメ感が目立つかもしれない。まだねお肌はしっとりしてる状態なんだけど、テカリを抑えるためにのせるんじゃなくてハイライトとして使った方が綺麗かもしれない。でも今回ツヤ肌でいこうかな。で、ハイライト部分にちょっと多めにこのパウダーをのせておきます。こんな感じ。はい、そして次こちら、シェーディングはディオールがないということで、こちらのハイライトをおすすめしていただきました。ディオールスキンフォーエバークチュールルミナイザー02ピンクグロー。パッケージが可愛い。こんなクッションタイプのキルティングのハイライトなんて他にないですよね。で、この02番が自然なギラつき感のないツヤ感で、とても使いやすいということで、こちらの02番おすすめしていただきました。あ、かわいい。めっちゃ綺麗。さっきラメ塗ったんだけど上に重ねていきます。やばい、ツヤの女だ。すごい、
ツヤツヤで、店員さんにねおすすめされたから今回ツヤ肌メイクになってるんですけど、いつもね自分だとマットにしちゃうので新鮮でいい。目頭もうっすら入れとこう。はい、そしてアイブロウがこちら、ディオールショー歌舞伎ブロウスタイルスタイラー031で、これもおすすめしていただいたんですけど、もともと持ってたのでこちら持ってるものを使っていきます。こっちに なんていうのファンデーションブラシみたいなぼかしブラシがついてて、こっちに三角形のペンシルで、この31番のライトブラウンが今の髪色にぴったりだそうです。もうこれもともと持ってたやつだから、ちょっと我ながらちゃんと見極めができてたってことですごい嬉しいで、反対側のブラシでちょっとぼかします。で、これだけでも眉毛は仕上げられるんだけど、さらにこちらのディオールショーブロースタイラー、これは21番のチェスナット、こちらがあるとさらにこの眉頭とか眉尻とかを綺麗に描けるということでおすすめされました。さっきのね歌舞伎の方は結構ふんわり描けるタイプなので、確かにこちらがあった方が微調整が効きますね。で、こちらも反対側にブラシがついてます。はい、そして次こちら、ディオールショーオンセットブロウウォータープルーフ01ブロンドで、こちら結構なんだ白っぽい明るめのカラーなんですけど、さっきのアイブロウと合わせて使うんだったらこの明るめの色でも似合いそうということでおすすめしていただきました。この色なかなか見ないよね。なんだろう、ミルキーグレーみたいな。あ、いい、なんか抜け感出た。先端がすごく細かいのでめちゃくちゃ塗りやすい。はい、そして次アイシャドウです。こちらサンククルールクチュールの669ソフトカシミアで、私前ディオールのこのサンククルールの全色スウォッチをやったので、これ自前のものです。で、特にこのサンククルールの色が普段使いのおすすめだそう で、ゴールド系よりもシルバー系のラメの方がなんかお肌に合いそうということでおすすめされました。ブラシ2つついてるのに指で塗るやつ、ちょっとディオールの女になりたいから濃いめに塗ろうかな。あ、このラメかわいい。あのさっきフェイスパウダーに入ってたものと近いですね。あー、もうこの2色だけでもすごい決まる感じ。うわー、ディオールの女近づいてきた。はい、来ました。めっちゃ綺麗、だんだん仕上がってまいりました。そして次ディオールショーオンステージライナーの866、はい、こんな感じの赤みくすみ系。あ、かわいいよ。なんか手に塗った時赤すぎかなって思ったんですけど、目尻にこうやって入れるとくすみ赤みブラウンに見えてめっちゃ可愛い。ちょうど秋に良さそう。で、この赤みが気になる場合には普通の手持ちのブラウンのアイライナーを塗った後に上から重ねると普段使いもしやすいっていうアドバイスも教えていただきました。はい、そして次こちらディオールショーマキシマイザー 3D マスカラ用ベース、これもずっと気になってた。おお、ブラシの目がすごく細かくてしっかり液がついてくれます。で、私のまつげがそこそこ長さがあるタイプらしく、こちらのベースでしっかりカール感とボリューム感を出して、次こちら
ディオールショーアイコニックオーバーカールで、色はねブラウン。さっきの下地で程よいボリュームを出して、こちらのカールキープ力のあるマスカラを塗るのがおすすめということでした。で、色もブラックじゃなくて、私の雰囲気的にはこのブラウンが合いそうって言われました。まあ、確かにしっかりボリューム出るけど全然ダマにならず塗れる。おお、めっちゃ目力アップする。ブラウンなのに。ブラウンあんまり私選ばないんですけどね、暗めのブラウンなので存在感はしっかりありますね。でも優しい雰囲気っていう。下まつげめっちゃ増えた。はい、そして次こちら、ディオールスキンルージュブラッシュ361ローズ BAISER ローズバイザー。これめちゃくちゃ可愛い、好みの色。普段ピンク系のアイシャドウを使うならこの色が一番合わせやすくて馴染みやすいということでした。すごく薄付きでツヤ感も綺麗。はい、もう間違いのない可愛さですね。はい、最後こちらミスディオール、色が限定色の1947です。で、限定のこのパケもすごく可愛くて買ってしまいました。こういうカラフルキラキラ系なものすぐ買いがち。色がこんな感じです。チークに合わせて選んでいただきました。はい、可愛いです。私ディオールの紅使うの初めてかも、意外に。めっちゃ可愛い、ドンピシャで好きな色、見抜かれてる。はい、完成しました。今日の服にめちゃくちゃ合っている気がする。はい、ということで髪の毛を下ろしてきました。今回のメイクがですね、自前のものも合わせますと総額で税込みで 83,160円です。歩く8万の顔面、高級すぎる。で、結構フェイスパウダーとこのハイライトをダブル使いしたから、なんかツヤツヤ度が強すぎるかなって思ったんですけど、前髪を下ろすと割といい感じにまとまったんじゃないかなと思います。はい、ということで、気になるものがあったらぜひチェックしてみてください。チャンネル登録と Twitter と Instagram もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。